星砂道都大学は北海道北広島市中の沢149番地に本部を置く日本の私立大学である。1978年に設置された。大学の略称は道都、道都大。北海道北広島市では唯一の私立大学である。大学は社会福祉、経営、美術の3学部4学科からなる文科系と芸術系を持つ星砂グループの大学である。学校法人北海道桜井産業学園が母体となり、1978年に北海道の紋別市に道都大学として社会福祉学部と美術学部の2学部で開学した。社会福祉学部は当初の独立学部としては日本福祉大学、日本社会事業大学、東北福祉大学、淑徳大学に次いで全国で5校6番目、美術学部。その後、1996年4月1日に美術学部の札幌キャンパスへの移転、2001年に札幌キャンパスに道都大学短期大学部を開祖することにより、経営学部が新設される。社会福祉学部も2004年をもって札幌キャンパスへの移転を表明し、2005年からは札幌キャンパスに3学部が集約される形となった。2016年により運営する学校法人が星砂グループに加入したことにより、学校法人北海道星砂学園と改称。2017年4月から学校名を星砂道都大学と改称した。見学の精神は、百節不撓と奉仕の精神を有する人に、限りなき前進、エバーオンワードマイナスなど。限りなき前進の意現在あるキャンパス、編集かつてあった、キャンパス、編集紋別キャンパス正門社会福祉学部は、現在全国に33存在する社会、福祉学部のうち、日本では6番目に設置された。2007年現在4200人の OB を輩出している。卒業生の進路は、道内外の社会福祉協議会、教育機関、養護学校、社会福祉施設、病院、老人福祉施設など。校章、編集校章は、大学の象形文字とキャンパス内に自生するハマナスを、モチーフとして図案化したものを掛け合わせてデザインされたものである。スクールカラー、編集スクールカラーは、大学公式には決定されていないが、旗や看板、公式サイトパンフレット類、チアリーダーのユニフォームなどに青が多用されており、慣習的にはスカイブルーとされている。学校の花は、紋別市の花や北海道の花にも指定されているハマナスで、校章のモチーフとなっている。札幌キャンパス学部、学科、編集3学部4学科、合府研究所等からなる。2009年度より各学部合講師制度から専攻制度へと変更された。なお、専攻は受験時ではなく入学後に選択する。通信教育課程、編集付属機関、編集研究、編集1993年には同大学の主催により世界9カ国の専門家を集めて国際社会福祉シンポジウムを開催した。野球部サッカー部ボクシング部柔道部業務連携、協定、編集業務連携協定に基づく、広大連携協定、編集広大連携協定、編集国際交流、編集海外の提携姉妹校、編集。ありがとうございます。